皆さん、今晩は、ちょっと僕の大好きな食べ物、メキシコ料理の、タコスを食べたいと思います。でも日本に住みますけども、気づいたのは、日本人はね、タコスの、正しい食べ方があんまりわからないということを気づきまして、今回ちょっと、タコスの正しい食べ方を教えたいと思います。まず、こういうふうにね、こういうふうにタコスを持ちます。で、タコを口に入れるんじゃなくて食べに行くんです。でこういうふうに、頭を90度にしてこういうふうに横側こういうふうに入れるの。さあ皆さん、こんばんは、ちょっと僕の大好きな食べ物メキシコ料理の、タコスを食べたいと思います。でも日本に住めば住むほど、気づいたのは日本人はねタコスの、正しい食べ方があんまりわからないということを気づきまして、今回ちょっと、タコスの正しい食べ方を教えたいと思います。まず、こういうふうにねこういうふうにタコスを持ちます。